どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またリクエスト動画なんですけど、前髪のスタイリング方法をまたやってみました。今回はなんとこれです。ティッシュ、これを使って、前髪のアレンジ方法、スタイリング方法をやっていきますね。これでまさかできるかっていう感じなんですけど、まあ、カーラーもなかったりとか、アイロンコテがなかったりする時って結構多いかなと思うので、その時に本当にティッシュだけで全然できるアレンジになってますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずサイドの髪の毛をダッカールで留めておきます。次にティッシュを使っていきます。だいたいまあ2回ぐらい折って、縦長にして、前髪もだいたいでいいので3等分ぐらいに分けていきます。ティッシュに毛束を挟んでいきます。挟んでティッシュを内側にくるくるっと丸めていきます。ティッシュの部分とこの毛束の内側の部分ですねにシングルピンをつけていきます。残りの前髪の毛束も同様にやっていきます。毛束をティッシュにくるませて、ティッシュを内側に丸めていきます。ティッシュの部分と毛束の内側の部分をシングルピンでしっかりと留めていきます。3つ目の毛束も同様にティッシュにくるませて、内側に丸めていきます。こんな感じで止まってる状態になってます。ここでサラの巻き髪ウォーターをつけていきます。軽くティッシュの部分につけて湿らす程度で大丈夫かなと思います。少しだけドライヤーで温めていきます。少し冷ましたら全体的に外していきます。串で全体的になじませていきます。最後にシアオイルを前髪につけて、毛束感を出してバランスを整えたら、こんな感じで完成です。結構しっかりと前髪のカールもつくので持続力もアップします。よかったら参考にしてみてください。